Thank you.
口には出しませんでしたが、二人には一つだけ分かっていることがありました。ナイツと冒険した後には必ず何か素敵なことが起こることを。なんといってもエリオットとクラリスの心にウキウキした気分が戻ってきたことがそれを物語っていました。そして街にもろうそくの炎のような幸せがあちこちに灯っていたのです。二人の心はほんのり温かくなりました。二人の心に輝く星を、みんなの心に輝く星を。メリークリスマス。